女優の池上季実子59が8日、自身のブログを更新し、昨年末に所属事務所のオスカープロモーションを退社し、独立していたことを発表した。明けましておめでとうございます。事務所変わりましたのタイトルでブログをアップした池上は、年女、還暦、芸能生活45年目。昨年末にオスカープロモーションを退社。切れ者女子とタッグを組んで新しく事務所を作り、女優としてもう一踏ん張りしてみたいと思ってますと、独立したことを報告した。福岡市の博多座の1月公演、島津綾特別公演、15日から27日に出演する池上。まずは、1月は、博多座の芝居からスタートです。今年も皆さんのお力をお借りして頑張りたいと思いますと決意を記した。1974年にデビューした池上は、個人事務所で活動してきたが、34年間付き添ったマネジャーの負担を減らすため2010年1月1日付で、上戸彩、33、米倉涼子、43らが所属する大手芸能事務所、オスカープロモーションに移籍していた。